まあどうぞ。はい、5回終了。じゃあちょっと見てみようか。こんにちは、ゆうチャンネルのゆうりです。今日は目の下の開封ガチャを取っていきたいと思います。はい、今日はじゃあ300円ガチャのね、開封やっていきたいと思います。昔前のさ、あのさ、言ってる言葉忘れちゃったもん。昔前300円ガチャは2分の1の確率でスーパースターが入ってます。うん、私たちのさ、必要になったね。はい、じゃあね、早速今日5個あるんで、ちょっとゆいちゃんお願いします。どうぞ。1個目、秋口どこ、わかんない。何これ。お、早速1個目、スタン。おー、あ、え、すごい強っ。え、めっちゃ強い。これスーパースターのルナアーラ。おお、セブン。すごい、なんか神々しいよ、この人。なんかすごいシャキーンってなんかついてる。ガチリンポケモン、第3の目が額に浮かび上がると別世界へ飛び去っていくと言われる。じゃあさ、モンスターボールで、モンスターボールの中で撮ったモンスターボールがさ、ピューンって飛び立っていく。いや、わかんない。そこまではかん。モンスターボールに入らないでしょ、こんな伝説のポケモン。シャドウレイ、ムーンフォース。入る？こんな、なんか神々しい伝説ポケモンみたいなモンスターボールに捕まるの、これ。捕まる。粘ってやったら捕まるから。ほんと？はい。じゃあ次、もう2個目。ちょっと、前の箱はもろっと。1個しか入ってませんからね、そんなしても。はいはいはい、2つ目箱で遊ぶ、ポケネ128のスターマニューラ。これは鍵爪ポケモン、岩や木の表面に爪でサインを残し、仲間と連絡を取り合って戦う地獄好きダイアーク。仲間と最初に戦うってね、これはみたいだね。かわいい、なんか。なに？仲間じゃない。はい、じゃあ次。これマックスじゃないよね。3つ目。小さいの。あ、でもなんか赤い技あるんだよ。え、これ赤い技やから大マックスだね。そうなんだね。はい、じゃあ3つ目。なんか赤いティッシュとか、チーズとかのやつやら全部だ、大マックスだよ。お、ちょっと箱です。箱ちょっと回収します。はい、じゃあ3つ目。はい、はい、ポケネ122のスター怪力。わ、定番だね、この子は。バトルで使うとネギガナイトが助けに来ることがある。
技はスターアサルト、クロスチョップ。なんかさ、それっぽいさ、あのさ、前日はがさ、足していくやつみたいなのがなかった、これの。うん、あったね。あったあった。これはね、右がないとか来るんだって。このタイプだって。うん。はい、じゃあ4つ目。何が出るかな、そっちの手また箱刺してるでしょ。箱ちょっとやめてね。はい、じゃあ4つ目はポケーネ130のスタージュラルドン。こちらは合金ポケモン。磨き上げた金属のような体は軽い上に硬いが錆びやすいのが欠点なのだ。技はラスターカノン、大スチル。おお、錆びちゃうんだって。金属でできてるから錆びちゃうんだって。え、金属でできてるから錆びちゃうんだ。金属、うん、え、ポケモンない金属って、うん、だって。はい、じゃあ、あ、これね、ラスト。ちょっとそうだ、箱ちょっと、ゆうりさん、箱もうちょっとね、箱を手袋みたいに。もうちょっと、お、出ました、スーパースター。はーい、じゃあラストはスーパースター、ポケーネ156のゴリランダー。前のスコアってさ、いる、意外とスーパースターが一つだったから、なんか太鼓叩いてるね。スーパースターがさ、一番上だったけどさ、最近ってさ、二つ出るからこんな感じになっちゃうんだよね、こっち。こちらはドラマーポケモン、特別な切り株のパワーをドラミングでコントロール。ドラムテクニックに優れたゴリランダーが仲間たちのボスになる。あ、ドラムのテクニックでボスを決めるんだって。ドラムアタック、巨大コランダー、結構強いね。やっぱりスーパースターだからさ、技のあれが強いわ。ポケーニはね、156だ。何タイプか知ってる？知らない。飛行タイプ。まあ、鳥だもんね。このドラモのうまさでボスが決まるっていうのが面白いよね。これ何タイプなんだろう。パンチタイプ、わかんない。パンチタイプと飛行タイプだね。この説明のとこにはドラマーポケモンって書いてるけど、何タイプかって言われるとね。これは私、これこれ、桜に注意だね。はい、今日はね、こんな感じでした。2個に1個はせいくん、さくらと遊んでるの。2個に1個はね、スーパースターがあるっていうんで、5個だからね、2つはゲットできましたね。さくらに1つぐらいゲットしますね。3つの時ないね、なかなか。だってたまに寂しそうってあるよ、うん、あとね、前ってさ、これさ、スーパースターとか1つしかなかったじゃん、うん、なんかすごいよね、最近大サービスだよね、2個ももらえるから。最近って、あのほら、こんな感じで撮って、スーパースターがここに、うん、最近ってさ、あのさ、スーパースターが2つあるから、うん、これって両方持ってない？スーパースター。うん、こっちは持ってるような気がする。あ、持ってる。これでもすごいね、200って強くない？すごい。でもさ、ポケでもっと高いやつおるよ。もういるんだけど、強いよね、可愛いし。うん、はい、2人で、ね、1人あ、2人合わせたら強力パワーってやつ。うん、はい、じゃあね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。この強いかタグを使ってね、またあの、目指したやっていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。グッドボタンもよろしくね。また見てね。バイバーイ。バイバーイ。チャンネル登録してね。グッドボタンも押してね。見てね。